皆さんこんにちは。毛もない、歯もない、金もない、川原浩二です。こんにちは。昨日ね、鳥居真知子さんの件でね、今度は撮らせていただいたんですけども、今から貼りますね。これ限定でね、送ればいいんですけども、私、鳥居真知子さんの連絡先は、昨日も言った通りね、わからないんでね。はい。こういうところから連絡が取れますんでね。検索方法は昨日言った通り、川村市長に連絡を取る方法と Google で検索してください。いろんなね、ページがありますけども、市民の声、メッセージ、メールを送るっていうところがありますんで、そちらからね、直接川村市長にねメールが送れますんで、ちょっとこういう動画を撮らせていただきました。あとはね、西成工事が出てくるかと思うんですけども、ちょっと私も時間がね追われてると、いや追われてるんで、忙しい暇人なんでね。はい、ということで、鳥居真知子さん、もし見られたらね、こういう方法もありますんで、また名古屋市に、お住まいの方でね、お配りごと等々ございましたらですね、直接川村市長に連絡取る方法というのはありますので、そちらの方を利用されたら良いではないかというふうに感じております。それではこの辺でね、失礼させていただきたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。